中央区コレド室町の1階、株式会社人弁が運営する日本橋だしバー。かつお節だしなどを提供するユニークなこのお店で、期間限定の新商品が販売されています。鮭のトマトクリームシチュー風スープです。秋の旬の鮭 と、具沢山の野菜をですね、トマトペーストに合わせて、そしてアサリを加えてシーフード仕立てにしております。9月1日から発売で、昨日現在で249杯です。売れ行き好調のこの商品、実は地域の中学校の生徒と人弁が日本橋学という授業を通じて共同で開発したものなのです。昨年の9月からですね、1年間かけてこの出し場で商品を開発しましょうというゴールを目指して、1年間一緒に勉強して頑張ってやってきました。日本橋学とは、地域の企業などと一緒に生徒が主体的に取り組む参加型学習。授業では工場見学から始まり、ディスカッションを通じた商品の企画立案からコップのデザインまで、生徒が主体となって手掛けました。試作品を弊社の方でまず作りまして、それをまず生徒さんに味見をしてもらって、頭で思ってる味と実際試作品とはいえ作って食べてみた味っていうのはやはり違いますので、ちょっとこうもう少しごま油足してみようとか、こういろいろなアイデアを出し合ったんですね。中学生ならではの意見とか、その食の、日常を皆さんが召し上がっているものとかが、私たちではえってこう驚くような食生活が見えたりですとか、すごく貴重な意見が聞けました。お客さんの反応は？おいしいです。あったまるわ。また日本橋だしバーでは10月には生姜入りのコラーゲンと野菜の和風ホワイトシチューも発売されるということです。